さきです。ピアノを楽しみましょう。このチャンネルでは譜読みのお手伝いをさせていただきたいと思っています。中級者以上の方は両手を使って譜読みをする方もおられると思いますが、右手で譜読み、左手で譜読み、そして両手で合わせるという方もいると思います。そんな方々の力になれたらと思います。今日はブルクミュラーのバラードの譜読みをしたいと思います。バラードは物語という意味です。初めは生き生きと軽快に、中間部は初めの短調から長調に変わります。中間部のドルチェは甘く柔らかにという意味です。なので気持ちの切り替えが大切になってきます。そして最後は中間部から主題に戻ります。ここで再び激しい感じになっていきます。それとメインチャンネルでは小文字の SAKI、 サキとして私のオリジナル曲やクラシックを弾いた動画をアップしていますので、ぜひそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。このチャンネルと合わせてチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。それでは曲の譜読みをしたいと思います。まずは右手から。
それでは左手を引きます。左手が出てくるところから引きます。それでは合わせてゆっくりめで弾きます。右手のポジション、左手のポジション、thank you.
最後までご覧いただきありがとうございました。両手で合わせるのはなかなか難しいと思うので、その前に私の左手の動画の音に合わせて右手で弾いてみたり、私の右手の動画の音に合わせて左手で弾いたりすると合わせた時の感覚がつかみやすいと思います。表現アナリーゼは先生によって考え方があると思いますので、先生の指示で勉強してください。ありがとうございました。